真相、清下は、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、遊雲型の19番艦であり、最終艦でもある。1942年度、丸ー計画歌唱第347号艦として、計画され、浦賀選挙の第517番線として建造される。1943年、昭和18年8月30日、真相と命名された。 同日府で、夕雲型18番艦修装等も命名。二隻、修装、新装は、駆逐艦一等夕雲型に分類される。1944年、昭和19年3月4日、浦賀選挙に、新装偽装員事務所を設置。3月5日府で、日本海軍は吹雪型駆逐艦明けぼの水雷町、六月型駆逐艦11番艦、餅月艦町、 ミネ風型駆逐艦11番艦立風艦長等を歴任した宮崎伊佐佐を新総偽装委員長に任命する。5月16日春行。宮崎偽装委員長も正式に新総駆逐艦長初代となった。海軍に引き渡されて横須賀陳述席となり、同日府の戦時編成の改定により、第11水雷戦隊司令官、高間艦少将。 海軍兵学41機に編入された。だが、水中超音機の不良により、横須賀で補修整備を行う。23日に内海西部に到着し、以後訓練に当たった。5月末の第11水雷戦隊は、軽巡2隻、ながら、名取、秋月型宅地区間2隻、下月,月、冬月、吹雪型宅地区間2隻、電、響き、夕雲型19番艦清子草。 本艦松形駆逐館一番艦末、上風型駆逐艦九番艦ゆうなぎという戦力だった。6月18日、第11水雷戦隊の駆逐艦二隻新装松は11水雷機関の長良型形準洋艦一番艦長領と、共に横須賀に向かった。横須賀に到着後、小笠原諸島に対する二合作戦に加わり、軽巡二席、玉、基礎、 駆逐艦2隻、新総、佐月として、第2輸送隊を構成し、父島到着後は、伊王島行きの第4輸送隊を構成した。伊王島への輸送任務を終えた後、両艦2隻、佐月、湯月と共に、東京行きの第3628船団を護衛する予定であったが、船団の速力が7ノットと遅いことや船団及び3隻、新総、佐月、 夕月きが空襲を受けたことにより、護衛を取りやめて、横須賀に帰島した。7月中旬の第11水雷戦隊は、ながら、高尾型重巡洋艦4番艦馬や、香取型練習巡洋艦2番艦鹿島、駆逐艦、新層、竹、朝雲、浦風、冬月という艦艇で、沖縄方面への輸送作戦、露豪作戦を実施する。出撃時の輸送部隊は、 高間少将、十一推薦司令官直卒の主体、ながら、マヤ、鹿島と冬月艦長式の警戒隊、冬月、新僧、竹、朝雲、裏風という編成である。なお、新僧は夕雲型、裏風は影炎型、白の日型、朝雲は朝潮型、満潮が宅地区間だが、十一推薦司令部は三席とも、裏風が宅地区間と分類している。 7月15日、ロゴを輸送部隊、ながら、マヤ、鹿島、冬月、新荘、朝雲、浦風、竹は、中津湾を出港。17日に、沖縄東南東部中臼区湾へ到着後、先行した第二輸送隊、マヤ、朝雲、浦風と、第三輸送隊、冬月、新荘、竹に、分離、第三輸送隊は、南大東島への緊急輸送を行った。 宮古島に向かった第二輸送隊、マヤ、アサグモ、浦風は内地に帰島せず、そのまま、リンガ白地へ向かった。第三輸送部隊は任務を終えて18日夜中上、湾帰島。19日、五隻、ながら、鹿島、冬月、新僧、竹は、沖縄を出発。翌日の内地帰島をもって、路後輸送部隊は解散した。8月10日、駆逐艦二隻。 真相、竹は、クレを出撃。マコを経由し、8月16日に、マニラに到着、パラオに対する輸送作戦を行ったが8月18日、経順ナトリが、アメリカの潜水艦ハードヘッドの来撃で撃沈され、基地航空隊及び、駆逐艦3隻。真相、竹、裏波はそれぞれナトリ沈没現場に派遣されて、捜索を行うが手がかりを得られず、 二0日になり、新僧は、パラオ輸送任務に就いた。竹は、パラオ諸島で座礁した、駆逐艦さみだれ、第二十七駆逐隊の救援に向かった。八月十五日、日本海軍は遊雲型駆逐艦三隻、早地も、周僧、新僧により、第二駆逐隊を編成した。駆逐隊司令は、吹雪型駆逐艦、綾波艦長や影げ型駆逐艦十一番艦浦風初代艦長。 党を歴任した白石長吉大佐。第二水雷戦隊、司令官、早川三夫少将、海兵四十四機に編入された。太平洋戦争における二代目の第二駆逐隊である。太平洋戦争開戦時の第二駆逐隊は、白津湯型駆逐艦四隻、村雨夕立、春雨、サミダレで編成されていたが、夕立、村雨の沈没。 春雨長期修理により1943年、昭和18年7月1日府で解体されていた。9月5日府で、新総駆逐艦長は、古高型重巡洋艦2番艦加古水雷町、峰風型駆逐艦10番艦夕風艦長、六月型3番艦弥生駆逐艦長、沈没児等を歴任した梶本気少佐に交代した。10月18日、 1> 早や一号作戦発動に伴って、第二艦隊、司令長官、栗田武雄中将、海兵三十八機と共に、林河白地を出撃。真相は、第二駆逐隊から分離して、第二部隊、指揮官、鈴木義雄第三戦隊司令官、中将海兵四十機、第三戦隊、金剛、春名、第七戦隊、熊野、鈴谷、千熊、利根、第十戦隊、矢作、 第十七駆逐隊に編入された。新層は、第四駆逐隊、満潮、の分け、朝雲、三雲から一隻だけ分派された、白塗り型区逐艦の分けと共に三番隊、新層、の分けを編成した。第十七駆逐隊、裏風、磯風、摂風、浜風と共に、第十戦隊、司令官、木村進少将、機関や萩の指揮下に入り、 冷手置き海戦に参加する。10月24日、新層は渋谷海で空襲により損傷を受け部隊から落語した大和型戦艦2番艦武蔵、艦長井ノ口里志平少将の援護を、利根型重巡洋艦1番艦舎、ね、艦長眉積春雄大佐と共に担当するも、対空戦闘中に、新層にも1番魚雷発射艦に直撃弾1発、小型爆弾が、 命中、最大発揮速力は24ロットに低下、また離婚にも命中弾と資金弾があった。だが武蔵の被害は、さらに甚大で、完全に、形成能力を失った。島風が宅地区間島風、第二水雷戦隊所属が応援に駆けつけ、三隻、新総、島風、トネで武蔵を護衛することになった。この後、栗田艦隊主力に合同するため二隻。 とね、東風、従順マヤ生存者以上は、武蔵の傍らを去り、真相と、第十七駆逐隊の駆逐艦浜風、昼間空襲により損傷中は、微速前進する武蔵の護衛を命じられた。その後、沈没直前の武蔵から、乗組員以上のため、横付けする用信号が発信されたものの、沈没による渦に巻き込まれるのを避けるため二隻は、接近しなかった。 19時35分に、武蔵が沈没すると、浜風は、武蔵乗組員、約850名、新僧は、約500名を救助した。一旦、コロン島に向かった後、10月25日に、武蔵生存者の半数を、コレヒドール島に揚陸した。これは、沈没を引徳するための措置であり、コレヒドール島の武蔵生存者の大半は、後に、マニラの戦いに参加して全滅した。 10月26日、第2駆逐隊領艦の早島が空襲を受け大破。27日に、フィリピンのセミララ島に座礁して放棄された。遊雲型姉妹艦藤波、第32駆逐隊が沈没した、高尾型重巡洋艦3番艦長会の乗組委員を、急して撤退中、早島の近辺で空襲を軽撃沈された。第2遊撃部隊、指揮官。 島清秀第五艦隊長官に所属していた駆逐艦白らぬ日第十八駆逐隊も同様に空襲を受け撃沈された。新僧は10月29日にマニラ湾で対空戦闘を行った後、タンカー戦団を追いかけて護衛に当たった。11月8日、遊国2隻新僧第34号総海艇は冷凍機械戦で アメリカの潜水艦ダーターの来撃で大破した高尾型重巡洋艦一番艦高尾を護衛してブルネーを出港11日16時にシンガポールへ到着した11月13日マニラ湾に停泊していた第2駆逐隊洋艦周走がアメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受け軽巡基礎、駆逐艦複数隻、曙けの沖波、初春島と共に沈没した 11月15日、新僧一席となった第二駆逐隊に、遊雲型姉妹艦朝下が編入された。新僧は11月26日から12月8日まで、湘南で整備を行い、整備を終えた後は、航空戦艦二席、伊勢、日向、従順洋艦足柄、軽順洋艦大淀、駆逐艦朝下と共に、カムラン湾に進出した。月日、新は、 レーテ島への輸送作戦である多豪作戦参加官に指名されてマニラに向かい、一時は南砂諸島、長島まで進出したが、12月15日にミンドロ島へアメリカ軍が上陸したことでマニラの進出は中止となり、カムラン湾に引き返した。12月24日、ミンドロ島のアメリカ軍に対する殴り込み作戦、霊合作戦が開始され、停戦部隊発席。 第一挺身隊、霞、木村司令官座上、機関、一番隊、深層、朝下、二番隊、かや、杉、歌詞、第二挺身隊、足柄、大淀はこれにこうして、カムラン湾を出撃した。二日後の12月26日21時15分、深層は B-25 の爆撃を受け、左原中部に250キロ爆弾を受ける。 重油タンクが破壊され、左減の期間は停止。また数分後には、右減の期間も停止し、航行不能となった。この報告を行った、新層の梶本艦長は、後にアメリカ軍魚雷艇の襲撃ではなかったかと、回想している。艦尾が激しく沈下し、船体すべてから火災が発生した。新層は、23時15分に大爆発を起こしての地点で沈没した。 最後の大爆発は、アメリカ軍の魚雷点が発射した魚雷だった可能性がある。朝下は、真相が行方不明になったことを、機関霞座城の第二水雷戦隊司令官、牧将副将将、海兵四十一機に報告したが、木村将将は、作戦終了後に救助するので、海図に沈没位置を記しておくよう命令した。やがて砲撃を終えた、部隊は、とを、 新僧上院の救助に当たらせるため残留させ、残りは先に、カムラン湾に向かった。二隻、霞、朝下は、機関を止めて航空機と魚雷艇に警戒しつつ、救助活動を行い、木村少将自ら、双眼鏡越しに海上に浮かぶ新僧の上院を、数えた。一時間十四分に及ぶ救助作業の末、白石長義第二区畜体令以下十一名が霞に、 震送駆逐艦長以下167名が、朝下に合計258名が救助された。震送乗組員の選手及び行方不明者は84名で、あったが、行方不明者のうちの5名は、アメリカ魚来帝に救助された。この後、深層生存者の一部は、霊帝地区の地上兵力に編入されている。12月29日午後6時30分、停身部隊は、 カムラン湾に帰島。同日府で白石大佐、第二駆逐隊司令と梶本清志総駆逐艦長は、それぞれの職務を説かれた。新総は2月10日府で、夕雲型駆逐艦、帝国駆逐艦席より除籍された。第二駆逐隊は再び解体され、最後の夕雲型駆逐艦となった朝下は、第21駆逐隊、初下、しぐれに編入された。 その約2ヶ月後の4月7日、戦艦山と第2艦隊機関と第2水雷戦隊機関や萩尾機関とす水上特攻作戦に参加した朝下も、機関の故障により第2艦隊から落語し、空襲を受け沈没した。なお、朝下の喪失をもって19隻建造された遊具もが宅地区間は全て沈没した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。